さあ、岡崎さんのニュースコーナーなんですが、今日は二郎のお話きました。と聞 <laughs> はい、あの二郎の話です。どちらの二郎さんなのか。か、えー、三田の二郎じゃないですよ。ラーメン屋さんね。<laughs> そこじゃないです。ではない。<laughs> ないです。はい、あのアメリカの二郎の話なんですけれども。アメリカのえっとね、なんでこれを話を持ってきたかというとですね、はいえっと。噂というのかな、マーケット関係者は、まあ、もう一年、半年以上前から。 この二郎というデータは注目していたんですがあデータなんで出た、ね、んですよそういってナスダック上がってるでしょナスダックが上がっていることを説明しようと思ったらそのインフレ率が、えー、上がってると矛盾しちゃうんですよインフレ率が上がるあの下がらないってやつですね、はい、今回の場合はコアで言うと5.5ぐらいの相が5.6だったとで 今しきりにですね為替市場でも,為替市場でも株式市場でも最市場でも言われたように利上げがあと1回じゃなくて2回か3回あるっていうのとナスダックの上昇っていうのは1月からの上昇っていうのは明らかに矛盾しないということを前提してなぜ矛盾しないのかを考えるとまあ今日のこのコンテンツに行き着くと。 いうわけなんですが前置きをさておきまずこちらから見ていきましょう、はい、えこれが消費者物価指数の動きでコアと住居関連と粘着性コアと取ってるんですけども青がコアで,で6.5ぐらいまでいったものが一応今回5.6ぐらいなんですね、うん、まあ一応下がってることは下がってるんですけどももっと5.4ぐらい落ちると思っていたんですねでその理由の一つはこちらの番組でもえ去年からずっと継続的に紹介しているこの粘着性コアといわれてるんです。アトランタの計算 しているものこれがまだ6.5あるとでさらにこの、ね、何が粘着性なのかというとこれは住居関連家賃ですね、うん、うなぎ登りに上がり続けても7.9まで来ちゃってるから、はい、これが落ちてこないと CPI コアもはっきりと落ちてこないんですよ粘着性コアが落ちないからっていうわけなんですねじゃあ仮にですよこの住居関連を除いたら、はい、省いたらどうなるかというと例えばその問題となっている粘着性コアから 怖からそののの住居のものを除くとあ<ら>これぐらい落ちるんですよだから家賃さえなければ、えー、もう今5.2とか5.3ぐらいまで落ちてるのできれいにこの CPI コアのここからの屈折と家賃以外は補調を合わせてるわけですよ。家賃がネックなわけですね、うん、じゃあその家賃のデータなんだけれども、うん、家賃っていうのは例えば住んでる人にとってみると次のう日本でいうと2年に1回とかじゃないですか。 すぐに上がってこないでしょ、ええ、だけどアメリカも多分2年だと思うんですけどねあ1年のケースがあったりするんですけどもしかし、えー、そうするとこのその次の家賃の変更の時期に上がってくるのでやっぱりこう後から後から上がってきてこうゆっくりゆっくり上がっていっちゃうんですねずーっと時間かかって大体いい1年ぐらいこうローリングしていくみたいな形になるんですけどもそこで出てくるのがこれなんですよ。ここでこれあこでれれがジローはい、はい 初にちょっとジローじゃないでしょうけどねゼ,ゼ,ロゼローとか,かなんでしょうけどね <laughs>、はい、えっとね、アメリカの人たちが見ている見ているっていうのはね株式市場にあるいは債券市場に為替市場に関係するから見るというよりは日常生活の中でものすごく使われているんですよええー、ジローというのはオンラインの不動産データベースです、はい、で、Z というティッカーコードでナサザックに上場してますから 興味のある方はヤフーファイナンスかなんかで Z と叩くと今日の株価がわかります。でこちら見てもらいたいんですけども、2009年会社は6年からあるんですけどもね、はい、不動産検索エンジンで180以上の新聞社新聞社でからヤフーリアルエステートとか言ってで全米でいろんなもののデータを取ってるんですよ。いろんな家賃のデータを取っていてでそれこそさっき言った CPR の住居っていうのは 実際に家賃が上がってからの話なんで遅いと、うん、遅いけどこれはどこどこの、えー、アパートは今いくらだ、うん、どこどこは今入るんだったらいくらって早いとそうですねもうほぼほぼリアルタイムのイム今の状況がつかるとでそのデータがこの z ローオブザーブトレンド指数っていうインデックスというのがありまして通称ゾウリっていうんですけどね、はい、このゾーリののーデタというのが あんまり日本ではこうグラフ化されてるものがないんですが今日は一回これを皆さんに分解してみようと思って用意してきました、はい、まずこちらを見てくださいゾリの中身ですこれ一応500取ってるんですけども本当はね1000ぐらいあるんですよ、うん、ただその中にはなんだか知らないけどすごい下がってるのとかそれこそすごい田舎の街とかも出てきたりして これはシティというですねカテゴリーのやつから500都市選んでます。はい、他にもメトロといって地下鉄のやつとかですね、うん、いろいろあるんですが、それこそ今までなかったところにアパートができてそこの家賃とかになると結構変動が大きいので、えーあ、ある程度ウェイトの大きいものだけ500都市を選んでます。はい、この一番新しいデータ23年1月の えすごい上がってるのでいうとですね20%以上1年前から上がってるのもあるんですけども1年前から比べて10%下がってるところもありましたこれロサンゼルスですいろいろあるんですが平均値が6.9中央値が6.5ということでだい体きれいな形になっているできれいな正規分布になって今度はこれが断面図なんですがえ横断図っていうのが今までの時系列どんな動きをしてきたかというのを CBI と 一緒にに並べて見てみたいいと思まますすこんな,ようになります増利指数、全米の家賃の動きなんですが、えー、結構2000年ぐらいからありまして例えばこんなふうに例の、えー、不動産バブルが崩壊して金融危機の時はマイナスになっていきますでその後復活していって大体5%ぐらいが普通だったんですがコロナの中で18%ぐらい上がりました。はい、だけど 去年の夏から急激にやっぱ落ちてきて元のところが CPI の住居っていうのは、えー、この赤の折れ線グラフで、えー、上がってるんだけどもちょっと遅れて上がりだしてるそうです、ね、例えばここも下がりだす時もちょっと遅れて下がってると。はい、ということは今これ落ちてきてるんだからこの時のようにタイムラグがあってて落ちてくるんじゃないかはい、はい、おそらくアメリカの人たちは経済統計とか CPI とかのデータもあるけれども。 みんなこれこのゾリのデータといいますかこのえゼロのこうデータとか普通に見てますからそろそろ下がってきたぞとか肌で分かると思うんです我々,我々住んでないので分かんない日本人はね分かんないんですけどもでこの絵をちょっと加工してみましょうどういう加工かというとこんなふうに加工してみました。時間でですすねどうかよりも これ近づいてきましたね。近づいてきましたよね。えー、でもう一回加工しますね。はい、今度は軸を変えます。はい、こんな感じです。<ー>これはもともとの増利がこう左の軸で20パーカラどうですかねマイナス10パーの範囲で動いてます。ね、で CPI の方は、えー、こちらマイナス1からプラス8ぐらいまで動いてますと。でだいたいまあ、例えばこの辺たり増利が5パーぐらいの時に CPI の住居3%ぐらいで、はい、ブレ方は増ウの方が特的に大きいんですけれども、うん、形としてかなり近づいてきましたよねそうですねということはですよ、うん、今この赤い軸ここまでありますけれども、はい、ここから1年後くらいにはもうすでに今青下がってますので,そうですだからもう下がり始めるはず CPI の方も下がってくるはずですそうかそうかになると思いますで、これとこれの相関というちょっとしたですねはい えー、統計的な処理みたいなのしたいと思うんですけども、はい、え横軸にゾーリーですね縦軸に CPI を取るとこういうきれいな線に並びまして相関係数0.7ってそうです割と高いんですよ、はい、1> で1年ずらしてますで方程式これになるので、うん、そうかそうかえゾーリーの数字に0.1729かけてそこに下駄を0.0198つまり2%パーぐらい足してやったらそうすると CPI の数字が出るぞということになります、えー、そうなるとえここから先の ここから先の C. P. I. は、どうなるかというと、はい、こんなようになるんですよあ。いや、見事ですね。三倍ぐらい落ちてくるわけです。えー、ここまで落ちてくるのか、そうか、じゃあ、ナスダックは買えるぞと。 もしかしたらもう投資家たちはそこまで読み込んでるということですかあの投資家たちのすべてとは言いませんけれども、うん、インターネットから情報を取ってインターネット情報をフル活用する人間はおそらくこれを見てもう動き始めている、はい、だからこそこれだけインフレ率が上がってるにもかかわらず1月からはっきりとナスダックは違う動きをし始めたと。ただ問題が一個ああって、はい、我々はははるいは市場参加者は 若い人たちは実際に家を探している人たちはゾリっていうのもゼロっていうのも知ってますけども FRB のパウエル議長が知ってるかどうかなんですよ。 なるほど、まあ、<laughs> 仮に知っていたとしてもそれをこう判断の材料として取り込んでいるかどうかネット情報だろうとか<ー>、えー、そんなの当てになるかとまだまだ歴史がないとこんなの参考にできるかといったら利上げはまだまだ続くかもしれないし、はい、いやいや、これは結構大したもんだぞよく調べたなとで実際これだけ連動して動いていることはこれは使った方がいいと役に立つんだと思ったら、うん、利上げはあと1回で様子見ようかということになるし。 いかすも殺すも結局 FOMC のメンバーが、はい、まずこのゾウリを知ってるかどうかでゾウリを信頼してるかどうかなんですよ。で、まあ、私のテストはは,なはだもうシンプルでもう,あもうすぐワンタッチでやったもんんですけども FRB の、まあ、データの専門家にすれば、えー、800, 何800何個のもっとあったな1000何個のデータの中で信頼できるのと信頼できないものを分けてさらには えー、デュレーションですね対応年数ですね例えば10年以上のデータがあるかどうかとかこういうのをやってで完全に信頼できるゾリデータを再確保してこれなら使えるという状態で CPI を予想するかもしれません、うん、本気でこのゾリを調べたらそれぐらいの作業が必要です<ー>ただ一つ言えることはあのはっきりとこれは下がってきているのではい 今までのパターンならば、えー、CPI の中の家賃は下がってくるはずだ下がったとてですよこれとんでもなく下がっちゃうと困りますので、えー、3%パーぐらいでいいので家賃はせいぜい2%パーか3%パーでいいのでそれで止まってくれなりゃいいんですがこれもまたゾーリーが教えてくれるかもしれないという、えー、なんかいろんな指標が増えてばっかりでですね,見,ね見るものがいっぱいあって困っちゃうんですけどもこれ極めてシンプルに。まああのはい 日本語では出てこないので、えー、さっきのゾウリを直接叩いてでダウンロードは誰でもできますので、えー、あの有料会員とかそういう人でなきゃできませんというものでなくてこれまたアメリカの社会のいいとこですもう無料でどうぞ皆さん見てくださいと不動産検索ネットワーク最大のものはこちら「ZERO」でございますという感じでやってますから我々日本人でもデータは取れます。うん 今回の見ると、あのまあ C. P. I. でね、だいぶ動揺した週ではありましたけれども。うんうん、でも、そんなに動揺しなくてもいいのかなっていうことが伺いますね。この分野に関しては。ええ、うん。ただ繰り返しますが。F. R. B. がこれを見てるかどうかなんですよね。<laughs> 見ててほしいなと思います。<laughs> はい。じゃあ、パウエル議長に岡崎さんのニュースコーナーを教えてあげてください。<laughs> はい、<laughs> <laughs> じゃあ、岡崎さんのニュースコーナーでした。